エバレットは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部、ミドルセックス郡の南東部、ボストン市近くに位置する都市である。2010年の国勢調査では、人口4万1667人だった。エバレット氏は二院制議会を持っていることでは、アメリカ合衆国で最後の都市であり、委員7人のアルダーマン委員会と、委員18人の顧問カウンシルがあった。 2011年11月8日、有権者が新しい試験賞を承認し、市議会を11人の委員による一員制に変更することになった。委員は市内6つの選挙区から各1人と自然体を選ばれる5人で構成される。この変更は多くのエヴァレット住人の感情的な反応から引き起こされた。新しい市議会委員は2013年の選挙で選ばれた。 エヴァレットは当初チャールズタウンに、さらに後にはモールデンに属していた。1870年にモールデンから分離した。1892年、町から市に昇格した。1892年12月13日、アロンゾ・エイチ・エヴァンスがジョージ・イ、e、ース・ミスを破って初代エヴァレット市長になった。氏名は政治家のエドワード・エヴァレットにちなんで名付けられた。エヴァレットは マサチューセッツ州からアメリカ合衆国会議員、同乗院議員、第15代マサチューセッツ州知事、中イギリス特命全権講師、アメリカ合衆国国務長官を歴任した。また、ハーバード大学の学長も務めた。エバレット市の北は、モールデン市、東は、リビア市、南東は、チェルシー市、南は、ロストン市とミスティック川、西は、サマービル市とメドフォード市に接している。 ボストンからは北に4マイルにある。クレンデール公園が市内最大の公園である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は3.7平方マイルであり、このうち陸地3.4平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は7.63%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。2010年、 エバレット住民の33%はアメリカ合衆国の国外で生まれていた。この比率は1990年時点では11%前後だった。エバレット氏は市長、市政委員会方式の政府形態を採用しており、市長の任期は2年間である。エバレットの市議会はアルダーマン委員会とコモンカウンシルの任制だったが、2011年11月8日の 住民投票で一員制に変わることになった。委員は市内6つの選挙区から各1人と自然体を選ばれる5人、合計11人で構成される。エヴァレット市には公立学校が8校あり、小学校6校、中学校、高校各1校である。市内には私立学校も多く、教皇用羽根23世高校などがある。歴史ある。 リビアビーチパークウェイはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。またリービットコーポレーションは1924年からそのトレードマークであるテディピーナッツバターを生産してきた。2014年9月16日、マサチューセッツ州ゲーミング委員会はウィンリゾートが16億ドルをかけてエバレットに建設するカジノの提案を承認した。エバレット広場 1902年1852年のボストン地域図サウスモールデンガートにエバレットになった。ありがとうございます。